皆さんこんにちは。2023年1月1日、俳優の渡辺謙さんが年内再婚の意向であることが報じられました。交際期間約8年で、21歳年下女性とすでに移住先の軽井沢で同居しているとのことです。21年間所属した芸能事務所 K-を昨年いっぱいで退所しました。心機一転、年内に再婚する意向であることが2022年12月31日分かったということです。お相手はかねて交際していた21歳年下の女性で、2013年夏に出会い、約1年後に交際に発展したそうです。2人をよく知る友人は、女性についてタレントの田中みな実さんに似た美女、とても明るく聡明な人で謙さんともお似合いですよと語っています。渡辺謙さんは2019年11月に東京南青山のジャズクラブブルーノート東京で自身の還暦パーティーを開催した際、会場に女性を連れてきていたといいます。長女で俳優の杏さんが子供3人を連れて駆けつけていたほか、多くの仕事関係者や俳優仲間がステージを見守る中、女性をパートナーと呼んですでに紹介していました。ゴールイン間近とも見られていた2人ですが、なぜこのタイミングになったのでしょうか。芸能関係者は、一昨年渡辺さんの母親が亡くなり、昨年もが明けた。さらに渡辺さんが昨年末で芸能事務所から独立、個人で活動していくことになり、公私でスタートを切ることを決めたのでしょうと話しています。独立にあたってマスコミ各社に送付した文書で、俳優としてあと10年、自分に何ができるのかと自問自答していたことを明かしました。世界の謙渡辺、心強いサポートを受けながら新たな道を歩んでいくことになりそうです。渡辺謙さんは1959年10月21日生まれ、新潟県出身の63歳です。音大進学を諦めた渡辺謙さんはその後劇団に入ります。そして蜷川幸雄さんが演出した下谷万年帳物語で見事主演を務めることとなり、俳優として活動を始めました。1987年に NHK 大河ドラマ独眼竜政宗の主演に抜擢されました。2003年公開の映画ラストサムライでハリウッド映画デビューを果たしています。2006年にはクリント・イーストウッド監督の硫黄島からの手紙でハリウッド映画初主演を務めました。私生活では2度の結婚歴があり、最初の妻との間に長男で俳優の渡辺大さんと杏さんがいます。2度目の結婚は俳優の南果歩さんで、2018年に離婚しています。世界で活躍する俳優の渡辺謙さんですが、実は罰2であり、1度目の結婚は泥沼裁判の末に離婚を経験しています。渡辺謙さん元嫁の由美子さんのことや離婚原因について詳しく見ていきましょう。渡辺謙さんは1983年、自身が24歳の時に1回目の結婚をしました。お相手はモデルをしていた人だと言われており、名前は由美子さんと言います。モデルをされていたことから、相当綺麗な方だったのではないかと思われます。渡辺謙さんと由美子さんの間には男の子と女の子の2人が生まれました。前述の通り、長男は俳優の渡辺大さん、長女は俳優の杏さんです。この2人は現在俳優活動をしており、杏さんはもう人気俳優の仲間入りを果たし大活躍をしています。杏さんは昨年秋頃フランスへ移住したことも話題になりました。元妻由美子さんとされる写真は残っています。写真を見る限り、とても綺麗な方であることがわかります。しかし渡辺謙さんと由美子さんの結婚生活に終わりがきます。2003年頃に離婚を決意し、離婚調停裁判の後、2005年に離婚が成立したようです。2人の結婚生活は22年間で幕を閉じてしまったのです。1回目の離婚について理由が様々語られました。近年も渡辺謙さんの浮気が週刊誌によって報じられたことで話題になっていましたが、実は過去にも浮気が噂されていたことがありました。そのために浮気が離婚原因なのではないかという噂があります。2002年頃には俳優の高島礼子さんとの浮気が報じられました。しかしそれ以前から女性問題は絶えず、夫婦仲が悪かったようです。元妻である由美子さんは、渡辺謙さんが闘病生活を繰り返している時に
わらにもすがる思いで宗教団体釈尊会の会長と知り合ったそうです。そしてここから元妻由美子さんは宗教にはまっていってしまうのです。そして気づいたら総額2億円以上の借金にまで膨らんでいたとされています。もちろん家にそんな大金があるわけでもなく、子供の学校の保護者にまでお金を借りていたというから驚きです。渡辺謙さんは俳優として活躍している最中、2001年に自宅が差し押さえになったことが話題になりました。当時は自身の闘病生活や家のローンなどと語っていましたが、実はこれも元妻由美子さんが作った借金が原因だったようです。自宅が差し押さえになるレベルなので相当なことだったのでしょう。渡辺謙さんは離婚を決意し裁判を始めました。そしてそこで初めて元妻の由美子さんが抱えた総額の借金を知ることになります。相当な借金の額に驚いたことでしょう。そしてこの裁判で渡辺謙さんの女性関係にも話が触れられたことで話題になりました。元妻由美子さんは庵の同級生の親たちからも借金をしており、その額は約2億5000万円だったそうです。金は釈尊会や会長に送金されており、小野会長からも約4億5000万円の借金をしていたことが裁判で明らかになっています。元妻由美子さんは裁判で、借金は渡辺の女性スキャンダルのもみ消しのため、車やバッグの中に隠し持っている避妊具などを見ましたという証言をしており、不倫相手として多数の女優の名前を挙げたことも話題となりました。2年にも及んだ裁判は渡辺謙さんの主張が認められる形で終わりを迎えました。元妻の由美子さんは控訴もしたようですが棄却されました。渡辺謙さんは浮気についても否定をしていましたが、そのあたりは結論がわからないままとなっています。しかし離婚が成立したものの、子供と渡辺謙さんの関係は最悪な状態になったそうです。なんと離婚裁判中に息子のコメントが暴露されたのです。俳優として活動している渡辺大さん、離婚裁判中はすでに俳優活動をスタートさせていました。そんな時に異例ともいえる内幕を暴露することになったのです。渡辺謙さんはそんなことをすると関係が終わりになると止めたようですが、大さんはどうしても伝えたかったのか止めることはしませんでした。離婚をした後も何かと母親が気がかりだった杏さん、生活費のために兄には大学を行かせて自分は高校を中退し仕事に専念していたようです。そして連続テレビ小説ごちそうさんに出演する前に杏さんが借金を一括返済したと言われています。杏さんの優しい性格と渡辺謙さんのひどさがわかります。当時渡辺謙さんと杏さんの関係は最悪な状態で、確執はもはや深まるばかりでした。渡辺謙さんの女性関係などにも嫌気をさしていたのでしょう。今でこそ杏さんの YouTube に渡辺謙さんが出演するなど仲は良好のようですが、当時は全くと言ってよいほど関係性は最悪だったそうです。渡辺大さんとも暴露事件があったことで父との関係性は最悪になりました。しかし大さんが当時の暴露話について反省し、渡辺謙さんが南加穂さんと再婚したことで良好な関係に戻ったと言われています。この2人は今後共演なんてことももしかしたらあるかもしれません。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたらチャンネル登録高評価をお願いします。